綺麗に剥けるんで。ホストさんだったりキャバ嬢さんだったりが買ってくれるようになって有名になったって感じです。まあね、つながりますよね。なかなかできる。本当に歌舞伎町に愛されるようなお店を目指していきたいと思っています。よろしくお願いします。特徴としてはこれ一発が結構少ないんで1日に5回ぐらい平均でシャリ切るんですけど、営業中に切ったりするんで、今朝方、営業時間朝4時までなんですけど、朝方来てもいい状態のシャリが食べられるっていうのが一番のメリットですかね。一気に切らないんで1升とか2升シャリズにかけて、こう上から下にグーッと沈んでいくんで、シャリズが下から上に返してあげて、また下から上にこう全体に慣らしてあげて、ここから切り出すって感じですね。本当にシャリの上を、米の上を切ってる感覚です。切るよ。
ちょっと真ん中に全部まとめちゃう。なくなりかけたらまた炊いてみたいな感じを一日何回もやってるって感じ。シャリ切りめっちゃみんな重くなるっすそう貼り付く。マジで。三つたこのちょっと吸盤とこの身の部分をちょっと剥がす作業なんですけど、これひたすらパワーですね。力で。綺麗に抜けるんで、一個一個切り込み入れて、でそこから一つ一つの吸盤を取り外していくっていう作業です。はい、キレイです。お願いします。うん、八王子釣れたんですよ。東京は。東京湾で取れた太刀魚ですね。これは炙って。うちの名物のドックで食べていただきます。
の。またね、この店が 4年目なんで、コロナ時期に。トークショー自体はちょっとやっぱやってたんで、店。で、ちょうど第2波ぐらいだったんですよ。なんで、その第2波でもうどうしようかってなってる時に、もう、やろうってなって、やったらめちゃくちゃお客さんが入ってきてくれてみたいな。ホストさんだったり、キャバ嬢さんだったりが使ってくれるようになって、有名になったって感じです。今日白イカですね。カワハギの肝です。カワハギの肝は酒と塩を入れた水で一回ちょっと洗って下処理します。簡単に若い女の子が並んだりとかもあるので、なかなか寿司屋で見られない光景が。そうそう、本当に20代の女の子がわっと来たりとかも全然ある。カワハギですね。味付いてるんだ。そう。曜日かけちゃう。合うついでにママに渡す。じゃあ、牡蠣の昆布締めだね。It is. You. It's true. これ今日は島味。これも熟成かけてて、これも今日で5日目になります。熟成させた方が身に油が回って旨味も上がるんで、お寿司との相性はめちゃくちゃいいです。マダイも島味もそうなんですけど、熟成させることによって油が回ってしっかりと全体に油が行き渡るんで、お寿司にするとめちゃくちゃシャリとの相性がいいです。自分の地元なわけでしょ、地元っていうか、ね、ホームタウンなわけなんだから。
まあね、まあ、これが今うちで女性人気ナンバーワンの生エビ漬けを仕込んでるところですね。合わせ醤油で漬けたエビ漬けになります。エビの漬けです。逆に光り物の味とかは鮮度重視で、その日仕入れたやつをその日で使うっていう形でうちはやってます。でもやっぱオープンが7時なので、7時から結構海外のお客様が入って、で、夜中の遅い時間帯はその歌舞伎町で働く夜食の方だったりとかが多いですね。やっぱうちとしてはそのカウンターのお寿司屋さんにあんまり行ったことない人とかでも気軽に緊張せず入れるカウンターのお寿司屋さんを目指していて、緊張してると美味しいのか美味しくないのかも分かんなかったりとか緊張のせいでしちゃうんで、そういうのをなくすためにうちはもう本当に音楽かけたりとか店の中を明るくしたりとかで誰でも入ってくれるような夜の街のお寿司屋さんを目指してるというか、だから予約で埋まったりとかはないんですけど、みんなフラッといつでも入ってこれる感じのフラッと来てフラッと食べれるお寿司屋さんを目指していきたいですね。僕地元が沖縄でこのお店をやるために上京してきて、授業先は沖縄のお寿司屋さんで、ちょっと海ぶどうとか沖縄のものも仕入れたりとかしてますね。そうですね、つながりますよね。できるこちらアジですね。でも沖縄でもらえても、沖縄でもらえても自分でやっぱね、昔と釣り行く時もそうだから、ね、だんだん行かなくなって、1年とは言わない、2年ぐらい行ってない。行け、ちょっとのどぐらで八王と一緒でドックで提供して召し上がってもらうことになります。サバです。サバはしめサバにしていきます。もう、もう、深い。
歌舞伎寿司では初めてカウンターの寿司に来る方でも気軽に寿司を楽しんでいただけるようなお店作りを目指しています。結構ですね、歌舞伎町で働いている方がメインで、あとは海外のお客さんとか、本当に歌舞伎町に愛されるようなお店を目指していきたいと思っています。